大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さんでも私にとっては頼れるお隣さんさて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん この番組は誰一人取り残さないあらゆる人に弁護士の力を大阪弁護士会がお送りします隣の弁さん新年最初の放送です皆様明けましておめでとうございます本年もですねこの番組隣の弁さんは暮らしの中でもう今日明日にもすぐに役立つお話を 大阪弁護士会所属のさまざまな弁護士ベンさんからラジオをお聞きの皆さんにお届けすするという番組です、まあ、もしかするとリスナーの皆さんにとってはちょっと縁遠,遠いと感じる存在かもしれない弁護士さんベンさんですけれども私たちはね親しみを込めてベンさんとおお呼びしております実際に会ってインタビューしたり雑談をしたり時にはプライベートなお話とかをいたしますと本 それぞれ素敵な人柄の皆さんだなと思うんですねで、それでいて豊かな知識があって信頼や安心を届けてくれるベンさんってそういう存在なんですこの番組を通してベンさんの人柄をそしてもちろんリスナーの皆さんにとって有益な情報をお届けしていきます今年もどうぞよろしくお願いいたしますさあ今年一回目の放送は大阪弁護士会副会長 滝口博子弁護士からのスタートですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします滝口弁護士に事前に書いていただいたインタビューシートの中で、うん、趣味ですねあ気分転換のところに料理と書いてあるんですよね自宅で料理で気分転換をしています仕事のことをすっかり忘れられるのでリフレッシュ効果抜群ですとあるんですけれども料理をしているわどういう時にこうリフレッシュしたなって感じるんですかね 料理をするというかもっとシンプルにいろんなものを切り刻む、はい、<laughs> ということに集中をしていると頭の中が空っぽになるのであ<ー>まあ仕事のことがいっぱいこう頭の中にあってもその瞬間は完全に忘れてリフレッシュできるみたいな感じです大根を千切りしている間とか、はい、集中している間にクリアになるそうです一瞬ものを切り刻んでいる間って言われた時に、うん、怖い話が始まる <laughs> いえいえ <laughs> 野菜です。野菜を切り刻まれたということですね。はい、はいはい、で、滝口副会長はですね。女性で副会長というのは珍しいんでしょうか？うん、そういう時期もあったんですけど、はい、最近はまあ、女性の副会長も増えてきました。そうですか。はい、徐々に社会の変化とともに変わってきているそうですね。いすねはい、でも、そもそも滝口弁護士が弁護士になろうと思われた。きっかけは何だったんですか？うん うんすごく難しいんですけど、はい、まあやっぱりあの自分のペースで続けていけるものが何かなと思った時に何か資格を取りたいかなというふうには思いましたそうなんですか、はい、当時は結構男性の方が比率は多かったんじゃないですか、うん、そうですね私の行ってた大学は 当時は女子学生法学部は5%ぐらいしかいなかったかなと思いますへーじゃあ95%は男性だったってことですか、うん、その中で司法試験通られて今、はい、大阪弁護士会の副会長も務めていらっしゃいます、うんうん、普段はですね企業法務そして行政系、うん、企業の社外役員や大学の幹事なども務められているということですが、うんはい、大学の幹事というのは何なんですか あの企業でいうと、はい、まあ監査役的なポジションで実際にその大学のオペレーションをするわけではないんですけれど実際のの運営をををされててていいいる見チェック機能を果たたすすみたいなお仕事です今日はですね大阪弁護士会の副会長としていろいろお話を聞いていきたいんですけれども、うん、大阪弁護士会、うん、あの A が99.9とタイアップ。<laughs> はいそうですおそらく今だと駅 JR の駅とかに貼られているものもあるかと思いますポスターが映画「99.9」のポスターではなくてとというこですか本物の「99.9」のポスターと東海の刑事弁護士が松本潤さんが真ん中にいてっていうあれとそっくりな東海の弁護士が写っているポスターが作られています。 大阪弁護士会の所属の弁護士の三人が並んでポスターを作ってるってことですか。とそうです。そうです。しかも刑事弁護士。あちゃんと映画もう刑事弁護の話ですもんね。はい。はいはいはい そうかちょっとわからない方に簡単に説明します、うん、映画「99.9」は松本潤演じる刑事専門弁護士が仲間たちとぶつかり合いながらも 99. 9「99.9%逆転不可能と思われる刑事事件」に挑んでいくというリーガルエンターテインメントムービーなんだけれども大阪弁護士会はそれに 乗っていったってことですね。<laughs> そうですね。<laughs> はい、大阪ならではですね。<laughs> うん、多分他の単位会ではやられないことだと思います。で <laughs>、ポスター以外にも何か作られたりしてるんですか？はい、えっとね。タイアップの動画もあります。あ、そうなんですか。はい、ちょっとえ探してみましょう。え、映画99.9と大阪弁護士会って打つと、うん、動画がヒットしますか？うん、はいします。<laughs> ぜひリスナーの皆さんもチェックしてみてください。うん いいですね。そのポップな雰囲気が、田中、はい、ならではの、はい。<laughs> その企画を出された時、<laughs> えっていう、それやるのっていうのは、実際思われなかったんですか。竹内弁護士は。松潤役を誰がするのかなとは思いました。はい、<laughs> 揉めますよね、そこはね。はい。と、は、か、い、まあ、選ばれし方が、まあ、センターを、はい、ポスターのセンターをされているということですね。はい、私、拝見したんですけれども、クオリティが高いですよね。うん かっこいいですはい、一瞬貼ってあって、うん、パッと横を通っただけだと、うん、本物かどうかちょっと似,似すぎているというか本当似てますよね似てます <laughs> そういった面白い取り組みもされているということですね、うん、それは広報活動の一環ということなんでしょうかそうですね、うん、やっぱりあの弁護士とか弁護士会に親近感を持っていただきたい、うん、敷居が高いところではないというような あのことを皆さんに分かっていただきたいっていうことで、<ー>やはりこう皆さんが見てくださる、注目してくださる媒体を使いたいなっていうのは会としては思っています。なるほどね。待っているだけじゃなくて、アプローチしていく、はい、それこそ困っている人のところまで行くぐらいのっていうことですよね。確かにこの映画は若い人たちも多く見ますし、いろんなまあ幅広い年代の方々にもアクセスできそうですもんね。はい またあの大阪弁護士会として今年いろいろまあ法律でも変わることがありましてそれに対するアプローチもしていると聞きました。はい、例えば、はい、今年4月から成年年齢が18歳に引き下げられますよね。うん、これについても何か取り組みはされているんですか。そうですね。あの大阪弁護士会のホームページの中に成、はい、年年齢の引き下げという特設サイトを作っていまして、うんはいろんな情報を 載せています。ええ、例えばどんなことが載っているんですかね。例えばね、18歳になると成年年齢が引き下げられると、うん、18歳になってできること、うん、まあ大人として扱われますもんね。そうですね。うん、契約ができるとか、はい、まあ資格が取れるとか、うん、いろんなまあできることが増えるんですけど、<っ>その一方で法律が変わってもなお。 18歳ではできないこともいろいろ残りますので、はい、できることできないことっていう対比しした表なんかもアップしています、はあ、今ちょうどそのページを見てるんですけれども、うん、できることを左側にできないことを右側に、うん、しっかりとクリアに書かれていて。うん 例えばできることだったら結婚するっていうことができるようになる、うん、一方でできないことタバコを吸う、うん、お酒を飲むともに20歳からというふうに書いてありますわ、うん、かりやすいですねそうですね、うん、私自身もあなるほどというふうにこれを見て思った部分もあります、ええええ、確かにねそれこそ一般の私たちとか何が変わるのかというのはわからないことも多いので一度大阪弁護士会のホームページから見ていただいてあ 18歳に成年年齢引き下げられるんだな18歳になったら何ができるのかなでもまだできないこと何があるのかなっていうのはぜひチェックしてもらいたいですよね、はい、ぜひ皆さんご覧ください18歳にまなる人そしてもうすぐなる人もだし親もね子供もたちが教えることもできますから、うん、便利なサイトですね、はい。いや本当にいろんな 広報活動アプローチもされていますけれども、うん、どうでしょう2022年、うん、大阪弁護士会としての抱負も聞かせていただけないかなと思っています。はいあの 私どもは、えー、と今年度ですね「うん、誰一人取り残さないあらゆる人に弁護士の力を」というふうなスローガンを掲げて活動してきてきいます、はいえーで。今年も引き続きですねコロナ禍で困っている方に寄り添ったりあらゆる人が利用しやすい資金の低い弁護士会を目指していきたいなと考えてます。あなるほどね。もう今まさに。 もう引き続きコロナ禍の中で困っている人、大勢いらっしゃいますもんね。うん、で、それ以外にも、また違ったところで困っている人っていうのがいますから。うん、その人たちが、こうアクセス気軽にという言い方も変ですけれども。はいうん、こう、ちょっとしたことでも、ちょっと相談に乗りやすいような。存在でありたいという。ことですね。うんはい、はい。いや、本当に、それはありがたいと思います。なかなか、うん、いや、こんなことで。 相談してもいいのかなって悩むのが正直な気持ちなので、うんはい、そうじゃないよ。というのは助かります。すねはい、はい、今は大阪弁護士会の2022年の抱負伺いました。けれども、うん <laughs> はい、じゃあ、はい、滝口弁護士にとっての2022年プライベートな抱負伺ってもいいですか？プライベートな抱負ですから。<笑><笑> <laughs> 仕事のででもいいですこの1年、えーまあ、弁護士会の副会長というお仕事も通常のお仕事に乗せて、まあ、オンしてお仕事させていただいてきたのでプライベートの時間はあんまりなくなったっていうのが実情なんです。で,すねはい、でも、まあ、4月以降は まあ、この役員というのから外れてまた普段の生活に戻りますので<え>まあそうなったら、はい、まあ大好きなゴルフをいっぱいしようかなと思っております <laughs> ごくごくプライベートな、はいはい、抱負も、はい、お聞かせくださってありがとうございました、はい、今日はですね滝口副会長に2022年大阪弁護士会としての抱負もいろいろ伺うことができました今日は本当にありがとうございましたありがとうございました ここで大阪弁護士会からのお知らせです。大阪弁護士会では弁護士による法律相談を行っております。交通事故、遺言、相続、離婚、労働問題や消費者問題などどんなことでも相談いただけます。電話番号は6 0 6 6 3 6 4 1 2 4 8 0 6 6 3 6 4 1248ですまたはインターネットで大阪弁護士会法律相談と検索してください法律に関する様々な情報をご案内しているほかインターネットで法律相談ができる e 相談も実施しています以上大阪弁護士会からのお知らせでした番組ではメールや街頭インタビューで弁さんのイメージ 弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしていますあなたも一票投票しませんか詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれではまた来週大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さんこの番組は誰一人取り残さないあらゆる人に弁護士の力を大阪弁護士会がお送りしました